9月16日木曜日の全国の天気をお伝えします。まずは予想天気図をご覧ください。引き続き台風14号は東シナ海であまり動きがない予想です。台風に近い五島列島などでは雨や風の強まりによる荒れた天気を気をつけください。また西日本付近前線が位置しており広く傘の出番となりそうです。その他は日差しの届く地域も多くなりそうですが湿った空気の影響を受ける関東や東北南部太平洋側ではにわか雨の可能性があります。詳しく天気分布で確認していきましょう。オレンジ色が晴れ予想、そしてグレーが曇り予想、青系が雨の予想です。時間を進めていきますと、西日本は日本海側ほど晴れ間もありそうですが、雲が優勢でにわか雨が心配です。太平洋側は雨が降ったり止んだり、一時的に雷を伴って強まることもありそうです。その他、東日本から北日本は晴れるところも多くなりますが、東日本の内陸では、午後はにわか雨や雷雨が心配です。関東や東北南部太平洋側も雲が広がりやすくにわか雨の可能性があります。気温の予想を確認していきましょう。お昼の予想を見ていきますと西日本は30度前後まで気温が上がる予想のところが多く蒸し暑さが続きます。その他の地域は昼間は過ごしやすく感じられそうですが北日本ほど昼と夜の体感の変化が大きくなりますので調節しやすい服装でお過ごしください。以上全国の天気をお伝えしました。